皆さんこんにちは。田舎のおばあちゃんの増山です。今日のリメイクは夏頃にね、うちの義理の母が97歳で亡くなったんですね。それでその後整理していたところね、羽二重の喪服が出てきたんです。それからね、輪図の長襦袢とかそういったものが多数出てきましたので、これを利用しまして何かできないかなと思いまして、今回はね、寒さに向かって夜布団に入ってからね、私の家はね、昔の家ですのでね、結構寒いんですよね。ですからその時にシルクのね、肌掛けとかそういうのを使って、体はあったかいんですけれども、首周りとかね、頭の辺とか肩の辺がちょっと肌寒い感じがこれからするんですね。ですからその予防にと思いまして、シルクのネックウォーマーということで喪服を使いましてね、喪服は羽二重の喪服だったんです。ですから触るととってもね、肌触りがいいのでね、これをこのままにしておくのはもったいないと思いまして、それをほどいたり、リンズの長襦袢をほどいたり、あとは帯揚げとかね、いろいろあったんですけれども、首周りですので、やはりね、柔らかい感じのシルクがいいかなと思って、そういったものをね、ちょっと選びまして、ネックウォーマーを作って、この冬をあったかく過ごしていきたいなと思ってます。はい、それではね、一応この着物の方はね、一応こんなに並べてみたんですけど、これがね、羽二重の喪服なんですね。とっても軽くてね、肌触りがいいので、このままにしておいてはもったいないと思いまして、これをほどきます。それからね、こういったあのピンクのね、リンズの長襦袢とか、それからこれもやはりリンズの長襦袢ですね。こういったものとか、とこれはね、胴裏ですね。着物の裏についている胴裏という生地なんですけども、これも羽二重なんですね。ですから、光沢があってとても柔らかいです。ですからこういったものとか、あとはね、こういった感じで帯揚げなんですね。着物を着た時に締める帯揚げ、これもこういったね、羽二重でとってもね、あの柔らかい、こういった感じのものがありましたので、これももったいないので使います。こういったものとかね、とこれは銀座の長襦袢、こういったものでね、シルクであれば何でもいいと思うんですけども、やはり首周りですので肌触りの良いものを選んだ方がいいかなと思いまして、今回は何品かこういったものでね、ネックウォーマーを作ってみたいと思います。喪服をね、ほどきますとこういったものが、これが身頃なんですね。身頃でこういった長い長方形のものが、こういったもので4枚ね、できました。こういうちょっと紋が入ってますけど、こういうものでね。ですから着物地はね、ほどいてしまうと全てこういうふうにね、長い長方形、あと幅の方は36センチぐらいで、本当にね、昔のあの反物に戻ってしまいます。ですからこれをね、うまく組み合わせをしまして、簡単にできるネックウォーマーを作っていきます。一応ネックウォーマーの作り方ですね、一応私のサイズですね。私はね、こんな風に頭の周りを測ったところ、だいたい56センチありました。ですから、皆さんね、それぞれ違うと思うので、一応私のサイズで作りましたので、あとは参考にしていただければいいと思います。ですから56センチの頭周りですので、こう人に巻くときね、こういう感じに仕上がるんですけども、これをね、上からこうかぶるだけなんですね。こういって、これで終わりなんです。これで終わりですから、これの作り方ね、これの作り方をやってみたいと思います。これは胴裏ですね、羽二重の胴裏になります。はい、私のサイズでね、頭周りがだいたい56センチです。ですからこういった一重ね、一回りのものを作るときには、70センチの丈ですね。そしてこれは、こちらは着物幅36センチになりますので、これはこのままです。ですから、一番最初にね、
こういった着物幅で70センチ丈ね、70センチ丈のものを2枚作ります。こういうふうに2枚作ります。そしてこれをね、この70センチのものをね、だいたい縫い代を1センチぐらいでこちら側とね、それからこちら側縫います。こういうふうに直線で縫うだけです。そうするとね、こういうふうな輪っかができますね。70センチと70センチを合わせるとこういうふうな輪っかができます。そしたらその次はね、これをこの裏のままね、半分に折りまして、こちらをこういうふうに中に入れてしまいます。裏を出したまま中に入れて、これが中表になりますね。中の方はこういうふうに中表になります。そうしたものを今度はね、こういうふうに2枚合わせましたら、この2枚ごとね、これをずっと縫い合わせていきますね。2枚を縫い合わせていきまして、あとはね、裏に返しますので、だいたい8センチぐらい裏に返す分を残して周りを全部縫ってしまいます。そうするとね、これが周りを縫ったものなんですね。このところをずっと縫ったところで、そしてここに8センチぐらい、こういうふうにね、裏を返すところを開けました。そしてこれをね、返し口からね、今度は表に出します。はい、こういうふうに表に出しますとね、こういうのができまして、ここの返し口ね、 7センチから8センチこんなふうに開けましたけど、ここの部分をね、今度は針でね縫って、ここを閉じてしまいます。ただそれだけで終わりです。そうするとこういった作品が仕上がります。これで仕上がりです。とてもね、簡単にできます。ですから今回はこういった一重にかぶるものと、さらにね、ボリュームを上げてもう一巻きしたものをね作りましたので、それも合わせてご紹介していきます。そしてね、こうなんですけども、頭の周りは私のですから同じですね。二重に巻くときはね、丈、生地の丈を130センチぐらい取りました。それで縫い合わせると二重巻きにすることができます。はい、二重巻きはね、こういったものでだいたい130センチのものをね、半分にすると65センチぐらいになりますね。そうするとこれはね、こういうふうにして一回ここに置きまして、もう一度こういうふうに巻くと、さらにここがね、ボリュームがありますので、あったかさが増します。こういった作りのものね、一重のものと二重に巻くもの、二通り作りましたので、その作品をご紹介していきます。はい、1枚目ですね。1枚目はこれはね、あの柔らかい羽織の裏があったんですね。それをこんな風に合わせて作りました。こんなにね、この色と、こちらは毛布になります。毛布の黒とこの紫を合わせて、そしてね、かぶる時にはこういったね、黒い方をまっすぐにこうかぶってもいいし、こんな風にかぶってもいいしね、あとは逆にこういうこちらをこういうにしてもいいし、逆にこんな、こんな感じね。それからね、今度はここをね、ずらして、この縫ったところをずらしてね、いろいろこの辺はね、あの自分なりにね、楽しむために工夫してもらえればいいです。こういうふうに半分に半分ずつ出してね、そんでかぶってもまたね違いますね。ですからやっぱりこの幅がね、着物幅で取ってありますので、後ろもたっぷりとこれあったかくなりますし、前の方もね、喉が渇くような方はちょっと口元に上げても、とてもね、シルクですから、あの呼吸をいつもしてますからね、
いつも保湿効果がありますので、とってもね、心地よくあったかくて、気持ちよく休むことができると思います。はい、これとかね、あとこれはね、胴裏なんですね。胴裏をね、たまたまハックルベリーですか、それがあったのでね、ちょっといたずらに染めてみたらこんなふうになりましたので、これは胴裏です。寸法は同じですね。あと、やはりね、メインにこの黒い喪服は使ってありますので、こういった喪服と、これはね、リンズの長襦袢ですね。こういったものとか、あとはこれはね、両方とも両面黒になります。はい、これはね、リンズの長襦袢ですね。これも両面ね、長襦袢だけでこんなに作ってみました。こういった感じですね。はい、これで単品は終わりなんですけども、やはりね、おのおのね、この持ってる着物の柄とかそういったものは違いますので、仕上げるのにはね、なんか組み合わせるだけでも楽しいものがあると思います。それからね、この二重の方ですね。二重の方は、黒地、喪服をふんだんに使いましたのでね、黒がメインになりますけど、これは黒とね、それからこれはリンズの長襦袢です。これもね、こういった感じで、黒だけでもいいし、あとはね、ちょっとこの模様をこんなふうにずらしただけでも、なんかね、いいかなと思うんですね。これは、こんな感じで。結構ね、この首元があったかいです。こんな感じで。あと、これはね、喪服の帯揚げだったんですね、こちら。黒い方は帯揚げで、こちらは普通の帯揚げね。これもね、合わせてこんな風に作ってみました。みんなね、自分の持っている柄なんて同じ人いないもんですから、結構ね、楽しいと思います。こんな感じでね。おしゃれに使ってもいいし、今回はね、夜休む時に首元をあったかくして遊べば安眠できるかなっていうことで、今回は作ってみましたけど。こんな感じとか、あとこれもね、こんな感じで、これは帯揚げですね。こちらも、こちらも帯揚げの組み合わせになってます。これは絞りのやっぱり帯揚げなんですね。帯揚げとこちらも黒い喪服の帯揚げです。これね、こんな感じで組み合わせるとね、これはなんか夜だけでもなくてね、おしゃれ用とか普段にも使えると思います。これはね、はい、これは帯揚げと、それからね、これはへこ帯だったんですね。へこ帯があったので、こんな風に合わせてみました。へこ帯と帯揚げです。あとこれは胴裏ですね。胴裏も真っ白いのではなくて、これは何で染めたの？ちょっと適当にいたずらに染めたらこんな色になったんですけど、多分これはハックルベリーがちょっとね、あったのをそれに入れて染めたらこんなになってね。こんな感じで、これは胴裏だけ、胴裏だけです、これはね。こんな感じです。はい、これも胴裏と、それから喪服のこの組み合わせですね、喪服。非常にこう柔らかい感じです。こんな感じね。胴裏はね、結構ね、いろいろ、庭先にあるものでね、色を染めてこんな風にして、色をつけて楽しんでます。こんな感じ。はい。こんな感じね。それからね、いろいろ作ってくるとね、こういった端切れできるんですね。捨てるのにはもったいないと思いまして、またこんな風に適当に足してね、そしてまた同じように作ってみました。ですからね、どんな小さなものでもね、合わせればもう作品になりますので、そんなところもね、楽しみながらやってもらえればいいと思います。
こんな感じです。以上でね、今日はね、ある着物をね、もったいないと思いまして、それを有効に使いながら、またこの冬ね、寒い時をあったかく過ごすために安眠できるネックウォーマーを考えて作りました。以上ね、こんな風に作りましたけど、やはりね、こういった着物は染め物ですのでね、多少の色落ちはありますので、洗濯する時は単品でね、洗って干していただければいいと思います。またこれだけね、何枚か作りましたので、ご希望の方は一報いただければお分けいたします。はい、それではね、今日はこれで終わります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。